こんにちは。社長のためのオンライン動画ワークショップを開催しております。株式会社コラボズの江川です。さあ、話せない時の対処方法、その後、いきます。これはテーマをきっちりと分けていくっていうことですね。今日の私の場合は、話せない時の対処方法っていうふうになってますので、自撮り動画の中でも、話し方っていうこのカテゴリーに入ってみます。このように、話し方もあれば、動画の場合ですと編集の仕方というものもあります、はい、そして撮影する場所、構図、いろんなテーマがあるわけです。そのテーマごとに動画を作っていくっていうことで、より詳しく、そして簡潔にお話ができるようになると思います。ぜひ試してみてください。ということで、今日の動画は終わります。レッツ動画。